はい、皆様こんばんは、今日は10月の10日木曜日、今週もやってまいりましたワンヌウムイの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人手だこ、そしてアップルパイとマフィンの美味しいお店クッキング手だこ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、報道されない事実がここにあるローマ人日記、沖縄から事実を全世界へ発信し続けるチャンネル桜沖縄支局、そしてタクシーのパーツとデジタル無線機ならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上、各社を応援いたしております。さて今夜のメインパーソナリティ、私ボッギーテドコント、こんばんは、毎週ハロウィン却下スクリームです。なんかちょっと声が遠いような。遠いですか。誰も笑わないね。そうですね。あ、そのマスクのせいで声が遠くなってるけど。いやいやいや、マスクのせいに、まあ、近づきは大丈夫なんでね、はい、HK ロリータ仮面さんね。いやいや、HK さん、養女選挙はどうなりました？養女選挙はもうのめり込んでるんじゃないかと、暗い部屋でね。ということで、まあ、HK さんの前で高笑いをしている方をご紹介します。はい、こんばんは、帰り自宅をしている人に無理やり仕事を頼むってどうなのようです。ありがとうございます。よくある話でございますね。で、今日はですね、遠路はるばる海の向こうからゲストの方がスタジオに、駆けつけていただいておりますので、ご紹介したいと思います。ではどうぞ。あ、お久しぶりです、チェリーでございます。実は去年の今頃ちょうど この時期にこので番組に出まして、楽しい思いさせていただきました。今日はちょっとね、HKさんと付き合ってこんな変な格好しています。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの楽しい、はい、4名で50分生放送でお送りします。どうぞ最後までよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。今夜も賑やかに楽しくスタートしておりますワンヌウムイでございます。しかし今日は10月10日、まあ、今日の、ね、我がスタッフの皆さん、戦友の皆さん、そしてラジオを聞いている、リスナーの皆さん、10月10日が何の日か、まあ、ご存知の方、まあ、多いと思いますけど、ご存知ない方のために、ちょっとねうんちくをさせていただきますが、1944年の10月10日、米機動部隊が沖縄本島那覇市を、空襲した日になっておりまして、この10月10日の空襲は重々空襲と言われておりまして、まあ、甚大な被害を出し、那覇市は壊滅をしております。まあ、当時の米軍の、主な目標というのは、まず飛行場、そして日本軍が物資を積み下ろしをしている港、そして停泊をしている船舶、飛行場に、まあ、駐機している航空機だけでなく、この那覇市の、ね、市街地そのものも標的にし、まあ、爆撃をし、まあ、そのほとんどを消失したというね、本当に、まあ、悲しむべき日なんですけどね。まあ、今日はその日当時の方の証言などがテレビで流れていましたけど、まあ、最初は遊軍機だと思ったという話もあったようなんですけど、まあ、この、重々空襲で狙われたのはいわゆる、空港、そして港なんですよね。まあ、そういった中でね、私ちょっと先日、
元 米海兵隊政務外交部次長だったロバート・D・エルドリッチ博士とお話をさせていただきました。まあ、エルドリッチ博士との話の中で、まあ、現在のこのグラスウェー軍港の、まあ、いわゆる矛盾点っていうのがすごい明らかになってきたんですよね。まあ、これ2013年の策を合意によって、まあ、普天間基地が、この辺野古に、まあ、移設されることによって返還をされた場合、まあ、日本政府は、この嘉手納以南の米軍基地をすべて返還をするというそういった、プログラムを、ね、作ってあります。ところがその中で唯一ないところに米軍の施設を作ろうとしているのが、浦添市の、亀瀬に、まあ、那覇軍港の代替施設を作ろうとしているんですよね。でそこでエルドリッチ博士が非常に不信感を持っているのはこの、那覇軍港が、浦添の、亀瀬の方に、まあ、キャンプ金沢のそばに作られる話というのが出たのがなんと1973年、はい、1973年にこの話がね最初に出たそうです。ところがね、まあ、1973年というのは普天間飛行場の返還の話もありません。浦添の、牧港補給基地の返還の話もございません。米軍側としては、倉庫である牧港補給基地のそばに、まあ、港を作ってくれるんだったらそれに越したことはないということなんですよね。でまたドクターとの話の中で、まあ、米軍サイドとしては、集積地いわゆる倉庫と、揚陸をする港というのは近いに越したことはないと。だから1973年当時は、キャンプ金沢のそばに軍港を作って欲しいというそういった要望も出たんだが、なんでねあの状況も変わって、嘉手納以南全て返されるっていうのにこの、1973年の約束だけが延々と続いてるんだと。これはあの軍にとってもやっぱりマイナスであるというそういったお話をねいただいております。はい、まあ当然ですよね HK さんね。うん、はい、ありがとうございます。A で A ってありましたっけ、今日も来てますよ早速。まあこれねあの沖縄県民の皆さんに簡単に説明しますけど、まず現状那覇にある那覇軍港から今現在の総区軍であるキャンプ金沢までの距離が約 5.5 キロ、はい、5.5 キロあります。これがキャンプ金沢のそばに軍港を作れば約 1.5、まあ、約1キロぐらいで、はい、物資を運べるようになるんですよ。これは1973年のお話です。はい、ところが2013年の策合意での、この沖縄の基地整理縮小計画の中では嘉手納から南の基地は全て返すというその約束にのっとって今、浦添のキャンプ金沢の中にある倉庫群は読谷村の鳥居ステーションにある、ね、中に今代替施設が作られております。もうほとんど出来上がっています。そしてもう一つ嘉手納弾薬庫の近くに、はい、この倉庫群をまた作っています。はい、そしてもう一つあの今度はキャンプハンセンの中に倉庫を作りました。はい、つまり牧港補給基地一つにまとめていたのを読谷村、嘉手納町、金町に分散して倉庫を作ったわけなんですよね。はい、ところが今浦添の方に軍港を作ってしまうと、はい、軍港を作ってしまうと、この読谷村の鳥居ステーションまでの距離がどのぐらいになるかといいますと 18.5 キロ2倍半どころか 2.6 倍ぐらいの距離をね走るようになるんですよね。浦添から読谷って結構ありますね。慣れてますよ。だから18キロ19キロ走るんですよ。那覇から浦添までは 5.5 キロで行くのがあの浦添に軍港を作ってしまうと読谷の倉庫まで19キロ走ることになると、まあ そのね、その分あの米軍 の大きな軍用トラックは国道58号線を行ったり来たりするようになるんです。まあ、で当然片道、ね、はい、5.5 キロ、はいはい、これが19キロ近くに伸びるわけですからそれだけあの長い時間沖縄の、ね、
一般道路を走るということは、事故や、ね、トラブルの可能性も増えてくるんですよね。あ、そうですね。でこれ、例えば距離が、ね、これだけなるから、じゃあ事故の可能性はどのぐらいになるんだっていう、大体2乗で計算するんですけど、そうなると今のね、那覇軍港から、浦添までの、交通事故などの発生の可能性の約、そうですね、9倍ぐらいの頻度になってくる。距離が3倍近くなるから3倍じゃないんですよ。3の2乗で、ね、9倍になるんですよね。つまりそれだけやっぱり事件事故の可能性も出てくるし、特に平和平和と言ってる人たちが忌み嫌う米軍の軍用トラック、よく道の大山ゲートでは飛び出して止めたりしてますけど、はい、そのトラックがね、大きな音を立てて58号線を行ったり来たりするようになるわけなんです、今まで以上にね、はい、それって負担軽減では全然ないですよね。いや、米軍の車って結構普通のトラックとかバスよりとも大きいから、やっぱり近くにいると威圧感っていうのがすごいわけであって、だからそういう車が行き交うってことはリスクがそれだけ増えることにもなるんで、どうなのかなって。まあ検査はもう返されるっていうのに、なんで あんな綺麗な海ぶっ潰して作るっていうのかわからないです、はい、それともう一つ、米軍、元米軍サイドの方が心配をしているのが、これだけ距離が長くなればなるほど、いわゆるある特定の意図を持った人たちによる妨害行為に遭う可能性が高くなると言ってるんですよね。これも十分ありますね。いや、実際に現在高江とか辺野古、そして普天間基地のゲート周辺では、いわゆる平和団体と呼ばれている人たちによる、米軍車両の往来妨害が頻発しています、はい、車の前に飛び出たり寝っ転がったりね、はい、プラカード叩きつけたり蹴っ飛ばしたり唾を吐きかけたり、もうね、反基地のためだったらやりたい放題、まあ、どこぞの知事もね、歌って踊って反基地三昧っていうのがいますけど、なんかその地今度本出すみたいですね。アメリカにも行くそうですよね。すごいですよね。すでに出してますね。しかしね、本当にこのように、元軍サイドにいた方も心配してるんですよ、はい、ですから、実際にこの米軍サイドとしても、この距離が伸びることに対しては非常にやっぱり懸念を持っていると推測されるんですけど、以前、軍の上層部の方と話した時にはこうおっしゃってましたね。私たちはたとえそれが戦略的戦術的にマイナスになると思っても、我々は軍であり国の方針に従うと。ですから国が移動すれと言えば移動するし、国がこれで納得するってすれと言えば納得をしないといけないと、我々が意見を述べる立場にはないって言ってたんですよ。だから今米軍サイトからそういったね、おかしいという声が上がらないのは当然なんですけど、本当に県民の方々もね、せっかく金田から南全部帰ってくるって国が約束してるのに、自分たちの手でまたね、基地作っちゃっていいのっていうふうに私思うんですよ、ね、辺野古のことをね、沖縄の人間が初めて自分たちの手で米軍基地を作ってるなんて言ってる人が、浦添の埋め立てには何一つ反対をしないという、この矛盾、あまりにもこれおかしくないですかと、特に今の県政になってから矛盾があまりにも吹き出てますよね、うん、辺野古にはね、もうあらゆる手段を用いて反対、しかし浦添は推進と。ということは、タカさん、いい埋め立てと悪い埋め立てがあるんですかね。そういった埋め立てがあるなら、なぜ浦添はいい埋め立てなのか、なぜ辺野古は悪い埋め立てなのか、それをちゃんと説明すべきだと思います。それと玉城知事、やっとこの先月でしたかね、やっと松本市長にこの埋め立ての件で話をしたようなんですけども、それから全く進展がないですね。その件についてもちょっとどうかなと思います。はい、ありがとうございます。こういった感じで非常に矛盾だらけの、現在の県政なんですけどね、矛盾どころかとんでもないことがどんどん明らかになってきてますけど、はい、
チェリーさんところにもやっぱりネットなんかで伝わってきてます、この沖縄の異常な状況っていうのが。まあもちろんネットだけですけど、ですよね、一応伝わってますよね、はい。まあ、既存のメディアでなんかの絶対報道というか、まあ、誰も興味持ってないですから、まあ、探さないと、まあ、そういったニュースは見つからないのも事実だと思います、はい。まあ、実際に今起きていること、本当に大変なことなんですよ。これ民間企業だったらもうクビになるような案件が今起きているのに、沖縄県民にきちんとした情報が伝えられてないっていうのが私非常に怖いなと思うんですよね。もうこれ本当にね、県民所得210何万ですよね、 HK さんね、確か。そうですね。そんな中でですね、1人当たり1回会議に出たら100万円もらえるような会議なんかがあるって言ったら、それはやっぱ怒りますよね。もうその会議に会議のメンバーはもうよくフェイスブックとか見てみると、あっち系だったとか、そんな感じのことが多いですね。このあっちっていうのは何なんですか、HK 仮面さん。あ、君があっち系って言うとさ、なんか変な方向思い出しちゃうんだけど、知事と親しいとか、知事の思想になんか同調してるのかなとか。あ、君の性癖の話ではないんですよね。いや、もう知事に忖度してもおかしくないんじゃないかなって思われる方々。タカさん、彼は何を言ってるんですか。いや、ちょっと僕は聞きたいぐらいです。一応君一生懸命なの分かるんだけど、ちゃんと要約しないと。話っていうのは起承転結っていうのが必要なんですよね、短いやつでもね。君の場合はなんか同じところをループして回ってるような気がしてですね、どこをどう切っていいのか分かんなくなっちゃうような時が時々あるんで、はい、それはそれで面白いんですけどね。わざとやってるかなと思ったりするんですけど、これタカさんわざとじゃないですね、やっぱり天性のものですよね。天性ですね。まあ、ちょっと話変わりますけど、昔テレビ番組で、これに成功できたら100万円あげますっていう番組あったじゃないですか、はい。なんとかチャレンジャーとか、なんとかそういった番組名で、なんかそれで100万円もらえるのかっていう、その番組に対して、たったそれだけ100万円もらえるなんて羨ましいとかっていう声、結構聞いたんですけども、この会議で100万円もらえるっていうことに対して、羨ましいっていう声が全く聞こえないですね、特にあっち系界隈から。はい、今回ね、普段は保守系の政治家が何かすると、大騒ぎをする自称リベラルとか、良識派とかね、ファクトチェックって言ってから、そっちゅうね、保守系の論客を攻撃している、なんか、王様の格好をしている HK さんの友達、いやいやいや、界隈から、何の声も上がってないんですけど、どうしてなんですか、HK さん。本当にどうしてなのかって、彼らに聞きたいなって思ってて、いや、こう同じことやったら、じゃあ保守系の政治家が同じようなことやったら同じような態度でいるのかって、ちょっと問い詰めてみたいなって思ってるところでもありますね。はい、はい、ありがとうございます。いや、しかし本当にこのままでいいのかと思うんですけど、一曲行った後にですね、今大問題になっていることを、簡潔にね、分かりやすくちょっとお話をしていきたいと思っております。さて、本日の一曲目、はい、私も前から本当に玉城デニーさんがね、利害関係者と前祝いと勘違いされそうな素敵な飲み会をしたお店のことをどうにか知りたいって言うんですけど、まあ今回とうとうバレちゃったみたいでですね、はい、いろんな方々が調べ尽くしてバレちゃったみたいで、まあ、そこに今回自民党の県議の皆さんがニコニコして一緒に座ってる写真が出てますけど、さあどんな、はい、事実が出てくるか待ち遠しいでございます。本日最初のナンバー、アミンのナンバーからお送りします。まずは
懐かしいナンバーアミンの松はお送りしました。さて今日のお昼のね、あの私の車の気温計は 30.5 度を指していたんですけど、チェリーさんの今、はい、ステイしているところでは気温どのくらいですかね。あ、ステイしている国という意味ですが、はいはい、今大春ですからまあ大体10、それでも朝結構10度台っていうこともあって、まあ、昼間今頃だと多分18、19ぐらいだと思いますよね。クリスマスの頃は暖かいんですか？暖かいです。暖かい、ね、それこそね、サンタクロースが、ね、普通だったら、ね、雪の中、レインディアに引かれていくのが、まあ、あのビーチで、ね、遊んでるというのか遊んでる姿みたいなあのサンタクロースがいますからね。あ、まさに真夏のサンタクロースですね。ですね、逆に、6月に6月の25日あたりにミッドウィンタースペシャルクリスマスなんてやって、なんでミッドウィンターね、普通 の, 北, あの北半球に住んでる人だったらの、ね、クリスマス真冬なのにって当たり前と思うんですけれども、はい、まあ南半球ですからちょうど6月が、まあ、真冬で、まあ、やっぱりクリスマスは、ね、やっぱりクリスマスには本当は雪が必要なんだっていうことで、あえて、まあ、6月の25日にミッドウィンタークリスマスっていうのもやるんですよね。素敵ですね、南半球。実はタカさんね、目の前にいる HK ゴソロリロリータ仮面さんも以前ボルネオに行って、うん、地元の女の子たちの貧困調査をしてたっていう。やはり捏造しないでください。いや、ボルネオ島って言ってなかったですか、君。行ってないです。2ヶ月ぐらい行ってましたよね、ボルネオ島ね。番組休んで、あの時調査って言ってましたけど、今考えるとまさに貧困調査ですよね。君、報告書出したの？いや何喜んでるの今日も。いや、しかしね、南半球楽しかったでしょ、 HK さんも。いやジャングルの中で。ジャングルじゃないですか。ジャングルの中でターザンのような、はい、格好して飛び回って通報されてたんじゃないですか。ボルネオ島なんて一言も言ってないです。いや、当時の放送のアーカイブ見るとボルネオ島なってますよね。そうですね。いや、君そうだったじゃないの。はい、私たち勝手にそうやってボルネオとって勝手におっしゃってるだけですよ。いや、本当に図星を言われると陽気になるところが君のいいところでございまして、いや、しかし6月にね、クリスマスの、まあ、別バージョンのパーティーみたいにするなんて素敵ですね。6月っていうと沖縄梅雨ですからね、ちょうど。そうですね、台風とか、あ、だけど今の台風ちょっと危険ですよね、地形さんね。あ、なんかこの間の関東は結構被害発生させた台風よりもさらに大きいですからね。はい、いや、あれね、本当にあれですよ、このね、今ビニールシートで覆ってるところもたくさんあると思いますけど、これ、うん、大きな風吹いたら吹っ飛びますよね、簡単にね。また被害あったところにまたさらに大きいかもしれない台風が来るっていうのはちょっとこれ困りますね、本当に。はい、被害あってない方も本当にありがとうございます。さて、ラジオネーム塩沢さんから、 HK さんお金持ちなんですか。いやはい、それから元祖石鹸男宮城さんからのメッセージ、HK さん一体何を調査しに行ったんですかと。いやそれは貧困ですよね。いや違います。島のワラバーターの貧困調査ですよね。何ですか、なんか島のワラバーターって。違いますよ。でも島だったですね、島。まあ島といえば島ですけど。ああ、もうダメだ、笑いすぎて咳が出てしまう、本当に。さて、先ほどのメインイベントのお話、さて県民の皆さんも何が起こってるか分かんないと思いますけど、簡単に言えばですね、まず今沖縄県はいろんな事業を、民間に入札をさせて、これをね任せてるんですよね。で、沖縄県の場合には3000万以下の場合はいちいち県知事に稟議通さなくても関係部局長の OK で通っちゃうというまか不思議な制度がございまして、
まあ、民間企業であれば1万円の、シュレッダー買うのも稟議書書くんですけど、沖縄県では3000万までの入札は、知事の、ね、いろんなそういった報告とかも必要ないという不思議な、沖縄県。いやしかし3000万ですからね、高さんすごいですよね。3000万、そうですね、3000万あったら何ができますかね。いろいろできると思いますよ、ね、HK さんボルネオ島に5年ぐらいいられるんじゃないですか。さて、冗談はさておき、まあ、このね、いろんな事業をお任せしている中で、今県知事が一生懸命、自分がやりたいということで取り組んでいるのが、まあ、全国をね回って半吉を訴える、歌って踊って半吉三昧のね全国半吉ツアー、はい、全国半吉ツアーを今行っております。まあ、東京で最初に開催した時には、そこであるね研究所の寄付の用紙なんかも配りまくったということで、コンプライアンス違反を問われておりますが、誰もファクトチェックをしないと。そしてもう一つ、最近あった話で万国診療会、これは沖縄の県内から、指揮者の方々を集めてですね、まあ、いろんなテーマについて話し合ってもらう、まあ、年間4回、集まって話をして、結論を出していただくんですけど、まあ、先日沖縄の新聞に、まあ、掲載をされた顔ぶれを見ますと、まさに半吉派の半吉派による半吉ありきの半吉会議という感じになっていたんですが、これがね予算がなんと、委員が5名そして、年4回集まって2400万でしたよね。2400万、いやこれもうすごい、すごいです。いや6で割るんです、主催者もいるんでね。まあ、そうなると1回あたり1人100万円ぐらいのコストかかってるんかなと思うんですが、まあ実際にはいろいろまた数字は違ってくると思います。これはあくまでも概算ね、はい、さて、実は今何が問題になってるかと言いますと、この知事の歌って踊って半吉三昧の、全国半吉ツアーを、いわゆる落札っていうか随契約をした会社の関係者と、万国診療会議を落札をした落札、これも随契約、はい、このね知事の肝入りで提案された2つの大きな事業が2つとも随契約になっててですね、そして今これが大きな問題になっているのは、この2つのいわゆる企業というか団体なんですけど、1つはね新外交イニシアチブさんという東京に事務所がある団体で、はい、まあ、そこの代表がサルタさんといって、前にケビン・メアさんのことをね、まあ、ゴーヤーも作れないなんだかんだで、まあ、落とし入れたと言われている人たちなんですけど、この団体はね、はい、そして、この万国診療会議を、いわゆる随契約をした団体は山形にある子ども被災地センターでした、基金でした、はい、いわゆる被災地の子どもたちの基金を集める、ね、団体がなぜか沖縄まで来て、これをねそれも随契約で契約してるんですよね。この2つの団体はなんか沖縄にも事務所、うん、そうで、この2つの、これがね県民の皆さん、ここからがちょっと非常に香ばしい、この2つの団体なんですけど、見た目は全く別なんですけど、この2つの団体のね沖縄のいわゆる営業所、沖縄の出張所がなんと全く同じところにあったって言うんですよ。それも築何十年という古びたアパートの一室にそれが設定をされていたということでございまして、まあ、それとあとこの2つの団体、はい、なんとね、この万国診療会議を、随契約で取った山形のこの団体なんですけど、はい、そこの代表者と沖縄の所長さんが、はい、この知事の全国半吉ツアーを落札をした ND という、ね、団体の理事やってるんですよ。2つの団体の理事、
その役員を兼ねてる。そうですね、役員を兼ねてる。いやー、これってもう完全になんかつながってるなと。だって所在地も一緒ですよね。で、 でこのメンバーがなんと先日一箇所に集まってですよ、玉木デニー知事とあの娘婿の特別秘書を囲んで飲み会を開いたということでございましてそこに集まっていたのがこの ND の理事であり万国診療会議を落札をした、まあ代表の S さんという方と、もう一つがあのリマさんという方ですね。はい、リマさんという方、それと万国診療会議で委員としてあの選任されるあの沖縄県内の教授、大学教授、そして准教授ですか、それと、まあ、有名な、まあ、半吉ありきの大学教授の方も来ていましたね。はい、でそこになんと沖縄県の県職員の方々も一緒に混じって、ね、お酒飲んで飲み食いをして、みんなで指でね変なポーズ取って出にってる写真が流出したんですよ。いやー、この県職員のフェイスブック見てみたら、なんか同じお店で撮ったのかなと思われる写真をこっそりこっそり今削除してますね。ね、それからこれ他にももう一つ問題があって、実はこの飲み会が開かれたのは2400万の万国診療会議というね、この事業の契約日の前日の晩なんです。翌日に県知事がこの契約書にサインと印鑑を押すその前の日に、この事業を落札した人たちと一緒になってそこで酒盛りをしていたということが明らかになった。これ一般社会では前祝いと言います、まあ、これは。ところが知事はですね、これはあくまでも私的な集まりである、私は誰が参加してるかも知らないままそこに参加をしたと。で、言ったら友人たちだったので、これは私的な集まりだと認識をしていると。じゃあどんなしてこれ呼ばれたんですかという質問に対しては、秘書が業者の社長から秘書に直接電話がかかってきたと、まあ、これだけでもすごい仲がいいなってバレるじゃないですかそしたら秘書はですよ、知事に何も教えないで、さあ、行きましょうということで連れてったって言うんですよ。で、そこで初めてこのメンバーがいるのを知ったと。そして翌日、知事はこの2400万の契約に署名とハンコを押さないといけないのに、そこでここにいる人たちがそれを落札してるっていうことは一切知らなかったという話なんですけど、これってチェリーさん、民間企業では絶対に考えられないですよね。もうコンプライアンス違反ですよね。絶対もう捕まって、それでいろんな調査とかも入るかと思います。はい、私も非常に怪しいと思います。そしてそれどころではございません。なんとこのね、万国診療会議を、随契約をした、団体の沖縄の代表が先日から連絡が取れなくなっておりまして、実は新聞の方に載ってたんですけど、先月末で退職をして県内にいないらしいんですよ。その退職した日付が9月30日、その県議会でその疑惑の追及が行われた日。ほう、すごいですね。これ県民どう思いますか、県民の皆さんは。はい、私は非常に焦げ臭いと思いますけどね。それにそのこの団体2つが入ってる事務所っていうのを見た感じアパートじゃないですか。アパートの一室ですよ。アパートの一室だったら何階何号室って書くのが普通じゃないですか。まあ小さい団体とかがアパートに入るっていうのはまあ普通にある話だなと思うんですけど、じゃあどこにいるよっていう示すために何階何号室って書くのが普通だけれども、実は表札も何もなかったっていうことなんですよね。これってタカさん、ちょっと怖い話ですよね。そうですね、まあ、個人が住んでいるのであれば、例えばなんか変なダイレクトメールが来ないように表札つけないっていうのがあるんですけども、何か事務所とかってそういうのは絶対ありえないですよね。
だってね、この県の仕事を、まあ、2つの事業で3400万にもわたる事業をね、受託してる、いわゆる団体2つが、自分たちは全く関係ない別の団体ですよって言いながら、中にいる人間を重複しててね、場所も一緒で表札も上がっていない、ね、場所が一緒ってことは、例えばHK さんとアコさんが同じ屋根の下で暮らしているのに、HK さんが私はアコちゃんと全く無関係ですと言ってるのと同じですよね。そうですよね。いい例えですよね、HK さんね。それに事務所があるあたり、地域ってよく私は知ってるんですけれども、はい、あのたびにそんな県から大きな仕事をもらう会社っていうのを この件調べてみて初めて知って、ちょっとこの実際の場所とそのやってる内容っていうのが大きく差があるなって思います。君まさかこのままの格好でその部屋の前に立ってないよね。夜中からその地元そういう事業をやってるんだったら、地域っていうのはどこにどんな会社があるよっていうのをそういうのよく地域の人が知ってる地域なんですけれども、はい、そういうのないですね。で、あとね、またこれもつい2日ほど前に明らかになった話があるんですけど、はい、県の事業で、次期の沖縄振興開発計画について調査する事業があるんですよ。これが確か3200万予算がね、ああ、それをいわゆる、参加してるこの企業のね、企業というか研究所があるんですけど、はい、その研究所の親会社がなんと辺野古のね、違法テントに新入社員を連れて行ってそこで研修させる、いわゆる半基地派のね、有名な企業さんなんですよね。よく宣伝とかやってる、やってまあ、企業なんですけど、でそこでね、また新たな事実が発覚しました。何が発覚しましたかというと、なんとこのね、3200万の、いわゆる第何次沖縄振興開発計画の調査事業の、調査員として、さっき問題になっていた、はい、今雲隠れして見えなくなってるあの方と、そして山形のこの子ども被災者支援基金の代表がそこに調査員として名前が連なってるんですよ。つまりこの3つの事業みんな同じ人が重複して何らかの関わりを持ってるというのが今回明らかになったんです。これってね、県民の皆さんどう考えてもおかしいでしょ。そのうちの2つは随契約ですよ。随契約、普通ね、企業でも随契約ってなかなかしないですからね。そうです。大抵こういった場合競争入札になると思うんですけども、随契約というと競争入札を経ないで、まあ、入札されることになりますから、うん、かなり、そして今日なんとまた新しい事実が判明しまして、はい、自民党沖縄県連さんの独自の調査で、この玉城デニー知事とお仲間たちが酒盛りをしていた居酒屋が判明しましたっていうことで発表してるんですよね。いやー、これってすごいですよ。はい、今の新しい県連、本当になんていうんですか、スピードが速いというか仕事が速いというか、あっぱれですよ本当に。今の県連会長もね、若いスタッフもね、そしてこうして独自調査でそういった酒盛りが行われていた、居酒屋を突き止めたということを発表した同じ日に、ね、今まで私は私的な集まりで問題ないと思ってますと言ってすっとぼけてた玉城デニー知事が、この居酒屋がバレた同じ日にすいませんでしたって謝罪会見を行ったんですよ。これってタカさん、あまりにもなんかできすぎてますね。そうです、なんか日にちが重なるってことがあまりにも多すぎますよね。はい、もう日にちも重なりますし、ね、この3つの事業に同じような人間があちらこちらに顔を出してると、はい、そしてそのお二人とも知事の熱烈的な支援者であると。そのうちの一人は
あの知事と一緒にあの 選挙の時に応援してた、そう応援して一緒に写真にも載ってましたよね。なんか同じシャツつけて、知事と同じシャツつけて、はい、つけて頑張ってた方ですね、はい、ボランティアで頑張ってたんですけど、まあ今巷では、まあ、選挙の時にね、あのボランティアで知事のために一生懸命頑張ってくれたからご褒美いただいたんじゃないかっていう噂まで出てきちゃってる。論功行賞、論功行賞ですよ。あのマイスの件だって、あのなんで豊見城市の豊崎じゃなくてわざわざ遠い与那原なのって言われてましたよね。そうですよね。その与那原だってその知事を応援してた企業グループが開発に絡んでた土地だって言われてましたしね。へえ、ね、だからマイス施設も口、マイス施設建設予定地って看板かかってたんだけど、最近風に飛ばされてなくなっちゃってますよね。でもマイスって言われてたけど、いつの間にか消えて、富川副知事があのいろいろな会社から出しあの問い合わせがあるって自慢してたのに、どうしちゃったのかなって思いますね。いや、しか最近富川さん全然姿見えないんで、ちょっと私心配してるんですけどね、はい、さてここでメッセージが届いております。タカさんお願いします。はい、ボギーさん、タカさん、ゲストのチェリーさん、そして台風を成敗する正義の味方、我らがヒーローの本家 HK 仮面さん、こんばんは。関東のオフィスです。今未曾有の台風が関東に迫っています。中心気圧が915ヘクトパスカル。こんな台風は関東地方では今年最大クラス。先月も台風の傷跡がまだ癒えてないのに、まるでとどめ刺すような上陸コース。そこで台風に強い沖縄の皆さんにお聞きします。報道では台風対策でブルーシートと土のうで先日飛ばされた屋根の上を応急的に覆ってしのいでいますが、瞬間風速60メートルの風にブルーシートは耐えられますか？屋根が吹き飛んだ建物が耐えられますか？それとも建物は基礎を残して全て吹き飛ばされますか？マスコミはパニックを恐れているのか、このブルーシートで覆われた屋根の耐久度の報道をしません。そればかりか半壊した建物に住んでいる方のインタビューを放送する始末。これは私の個人的な意見ですが、事前に避難してくださいとどっか沖縄西のようなアリバイ報道をしていますが、ブルーシートの耐久性や壊れかけた建物の台風の危険度を正しく報道して、健康な建物内に避難すべきであると、もっと深く掘り下げて具体的に報道すべきではないでしょうか。皆さんはどのようにお考えですか。リクエストは正義の味方本家 HK 仮面さんに台風19号の成敗をお願いします。本家 HK 仮面さんが偏西風によって台風を東方へ追いやり、上陸を何としてでも阻止してください。台風成敗は本家 HK 仮面さんの肩にかかっています。関東を救ってください、お願いします。無理です、無理です。ひたすら心配してるの無理です。簡単に言えた、これは皆さんが願うしかないかなと思います。本当にあと行動を事前に避難できると、安全なところに避難するとか、もうそれしかないのかなと思います。今日はタカさん5点ですね。5点。なんかもう、ね、当たり前すぎるよ。コメント。話があったんですけど、このビニールシートの耐久性なんですけど、これあの紐でくくっているとですね、風にあおられるとパラシュートのようになるんですよ。実はあの風を払うとパラシュートのように膨らんでですね、その紐をくくっている部分根元から持っていかれる可能性がある。で。はい、あの少し押さえて上で土のうで押さえてたとしても、少しの隙間から風が入るとそこから膨らんでどん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 広がっていくんですよね。ですから風が入らないように完璧に押さえてるんだったらともかく、少しでも隙間が空いてたらそこから風が吹き込んで一気に持ってかれる可能性がある。ですからビニールシートっていうのはあくまでも応急用であって、あの耐久性っていうのはもう絶対にこれないと言って過言ではないと思います。特にあのロープで振ってるから大丈夫とかいう場合は、この風を放うとこのロープがまるでパラシュートのようにね、このブルーシートが膨らんでしまって
ループを結んでるところそのものが持ってかれる可能性があるんですよ。ですから土のうをねできるだけ多く積むか、もしくはガムテープでね隙間が全くないように完全に目張りするか、まあ、それしか私は対策がないかなと思います。まあ、一番いいのは少しでも自分の家の自宅に不安がある方は頑丈なね建物がある避難所の中にまず避難すること、そして家の中の濡れちゃいけないものはできるだけ水がかからないところに集めて、そこにビニールシートをぐるぐる巻きにして防水してね避難するとか、そういったことが一番いいんじゃないかと思います。ビニールシート貼ってるから大丈夫だっていうのは絶対にないです。自分もね沖縄の人っていうのはブルーシートを海に持ってってテントにするじゃないですか、はい、まあ辺野古で別な意味でテントにしてる人たちもいますけど、あの人たちだって台風が来たらブルーシート剥がすんです。なぜなら飛ばされるから。同じことがやっぱり今回のね被災地と見えると思いますんで、ぜひ、はい、ぜひ皆さんこれやっていただきたいなと思います。正直ね、はい、どうでしょう HK さん。まあ、そうですね、これ本当にブルーシートって耐久性という言葉と結びつかなかったんで、本当に大事なものはしっかり防水して、で自分の身はもう本当に頑丈に建てられた避難所に逃げ込むとか、はい、ちょっとでも不安のある方々はもうね避難所に避難されてた方がいいです。貴重品持ってから、はい、そのぐらいね強烈な台風だと思うんですよ。沖縄でもあんな大きなあまり経験ない台風なんで、本土のお家でそれもビニールシートで応急処置をしてるだけのお家だとまずほとんど持たない。だからもうガムテープで目張りをするか、土のうももっと多く積んでできるだけ隙間を開けないようにするか、それしかないと思います。もう風が吹き込んで膨らみ始めたらもう止められないと思います。あと、まあ、ガムテープもそうなんですけれども、まあ、ホームセンターで売ってるようなもっとなるべく丈夫なテープを選んでやった方がいいかもしれないです。そうですね、普天間のフェンスに貼ってるようなテープはとちょっと持たないでしょうね。あれにさせるんですからね。はい、というふうに私も考えております。来ましたか来ましたか。まあ知事の怪しげな会食の問題がなってるんですけれども、万国診療会議5人のメンバーが選ばれたそうなんですけれども、本当にどういう基準で選んだのかなっていうのが本当に知りたいなと思うんです。ぜひ知事の口から説明願いたいなと強く思ってるわけでありまして、なんでそうやって思ってるかっていうと、まあその5人のメンバーのプロフィールいろいろ調べたんですよ。そのうち2人なんと夫婦だったんですよ。夫婦フェイスブックを見ると、その委員の1人のフェイスブックのページを見たら誰々さんと結婚しましたって載ってました。お、載ってた。フェイスブックに載ってました。載ってた。おー、で、その結婚した人の名前を見たら、名前とメンバーの名前を照らし合わせたら、その委員の万国診療会議委員2人が夫婦だったなんて。ほー、この夫婦は知事のために どんなことしたんだろう。まさか偶然選ばれたのかな、あるいは何らかの理由があって選ばれたのかなって思っちゃったんですよね。で、こういう会議に選ばれたことっていうのは県の事業に関われることだから自慢しても良さそうなはずなんですけど、お二人にそんな動きはなかったんで、なんでなんだろうなって不思議に思います。いやー、すごい話ですね。今日は嫌いなかったです。今日ギリギリでしたね。いやでもこの話はある米軍関係者からの話だったんですよ。はい、
それが HK さん Facebook で裏取ったわけですね。 Facebook に載ってたんで。スクショ取ってます？スクショも取った。取ってます。さすがだね。あ、そうです。さすがあの暗い部屋の中でずっとネットサーフィンしてるだけありますね。そう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 。で、養女選挙どうなったの君？わかんないです。でも面白かった。いや、ちょっとまだそれ以外にもちょっと見るものがあってなかなか手が回ってないです。ピンクのなんとかかね、やっぱり。いやいや。あ、しかしね、今日はあの本当に遠路はるばる参加してくれたチェリーさん、どうですかこの番組、相変わらずで。相変わらず面白いですよ。まあいつものことですよね。でもこういったことね、本当普段ファクトチェックファクトチェックと言ってるメディアがもっともっとね、深く掘り下げるべきだと思うんですよ。ところが今回の玉城デニーさんとその取り巻きの方々の今回の疑惑については、沖縄のどこのメディアも独自調査っていうの全然やらないですよね。まあこれが保守系の知事とか市長が同じことしたら、もっと積極的に新聞記者があの探偵のように嗅ぎ回ってですよ、いろんな事実が次々に出てくるんですよね。はい、はい、でどこどこの部署の方々だったとかね、知事は実は知っていたと、あの関係者によると知事に稟議書が上がっていたとか、こういうふうなことまで全部やるのに、今回の件は全くメディアは動かない。県と、ね、沖縄自民党が発表することだけを淡々と報道しているだけっていうのは、これ沖縄県民の皆さん読んでてどう思いますかというふうに私はやっぱり問いかけをしたいですね。そうです。あの関電の記事は結構大きめに取り上げてるんですけども、この玉城デニー知事の記事の取り上げ方は小さいですね。沖縄にまつわるお話は小さくて、あの沖縄県外のお話の方が大きいというのもちょっと問題ありますね。はい、ありがとうございます。ということで、あっという間に時間が来ました。せっかくですからチェリーさんにですね、外から見た、はい、沖縄を見てですね、外から沖縄を見て沖縄県民の皆さんに一言お願いします。そうですね、あの沖縄県民の皆さん、まあ多分どこでもそうだと思うんですけれども、 80% ぐらいの人っていうのはまあ普通にあの何事もなく生活してると思うんですけれども、まあ、できればあのこういったことにも目を向けて、あの真実をもっと知ってほしいなって思います。はい、ありがとうございました。ということでね、今夜の、ワンヌ海、いかがだったでしょうか。あのメディアが報道していることが全てではございません。掘れば掘るほどいろんなものが出てきます。関係者が集まって契約日の前の日に飲み会をしていた。そしてその、ね、あの沖縄の所長が現在、突然あの仕事を辞めて、まあ、沖縄県内にいないという事実。いや本当にすごいですね。そして他の事業にもそういったあのメンバーが重複をしてたという事実。これを皆さんがどう受け取るかは皆さんに委ねられていると思います。ということで今夜のワンヌ海、これで終了させていただきます。タカさん、HK 仮面さん、それからチェリーさん、遠路はるばるありがとうございました。では皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。ありがとうございました。ありがとうございました。